今まで繰り返してきた我々のキーボード開発は、キーボードの表だった問題にばかり取り組んできました。もう少しひねりを加えた表裏一体のキーボードが必要なのでは。そこで生まれたのが表裏がつながったキーボード、Gボード両面バージョンです。このキーボードは8個のキースイッチが入ったモジュールを26個ひねりながらつなげ、表裏がない両面仕様にしました。表面実装にもこだわりました。ライティングエフェクトも実装しました。輪をかけて派手になりましたね。これまでキーボードに対して表に出せないひねくれた思いもあったんですが、このキーボードはそんな思いもなく、フロントエンド開発にぴったりです。ショートカットしやすいキー配列なので、表計算の効率が上がりました。手にぶら下げやすくて持ち運びが楽でいいですね。こんなに便利だと思ってなかったですね。 Gボード両面バージョンは様々な場面でご利用いただけます。仲良くモブプログラミングしたり、無重力空間でも入力可能です。入力用途以外にも、おしゃれなリースとしての利用やおもてなしに最適です。さらにペーパーバージョンも開発中。ハサミで切るとあら不思議、大きな輪があなたをトポロジーの世界へ誘います。将来的には別次元へのポータル機能も検討中。新しい自分に出会えるかもしれません。可能性は無限大ですね。 Gボード両面バージョンで文字入力に新たな一面を。これまで繰り返してきた我々のキーボード開発は、キーボードの裏に潜む問題に取り組めていませんでした。もう少しねじりを加えて表裏一体のキーボードが必要なのでは。そこで生まれたのが裏表がつながったキーボード、 Gボード両面バージョンです。このキーボードは8個のキースイッチが入ったモジュールを26個塗りながらつなげ、裏表がない両面仕様にしました。基板の裏までこだわりました。ライティングエフェクトも実装しました。輪をかけてド派手になりましたね。これまではうっかりキーボードを裏返して叩いて困った思いもあったんですが、このキーボードはそんな思いもなく、バックエンド開発にもバッチリです。このキー配列のおかげで様々な裏技を見つけられました。肩にも書きやすくて持ち運びが楽でいいですね。こんなに便利で羨ましがられますよ。 Gボード両面バージョンは様々な場面でご利用いただけます。仲良くモブプログラミングしたり、無重力空間でも入力可能です。入力用途以外にも、おしゃれな締め飾りとしての利用や占いにも最適かもしれません。さらにペーパーバージョンも開発中。発展させたクローバータイプはあなたをさらなるトポロジーの世界へ導きます。将来的には別次元へのポータル機能も検討中ですが、詳しい技術は禁足事項で言えません。可能性は超無限大ですね。 Gボード両面バージョンで文字入力に新たな一面を。